愛知県瀬戸市出身でタイトル戦13連勝中の藤井聡太五冠19歳に永瀬拓矢王座29歳が挑戦する棋聖戦五番勝負あすの開幕を前にきょうは会場となる兵庫県のホテルで対局場などを確認する前日見分が行われました規制3連覇を目指す藤井五冠と挑戦者の永瀬王座はプライベートでも丸一日将棋を指す研究仲間ですがタイトル戦での対局はこれが初めてです 公式戦での対戦成績は藤井五冠が7勝3敗でリードしていますが直近は永瀬王座が2連勝明日からの規制戦では激しい戦いが予想されます。